関門山関門山の渓谷関門山は中国遼寧省本渓市本渓満足自治県にある山で有名な観光地関門山風景区で特に紅葉で有名である。現在は関門山国家森林公園になっている。関門山は中国遼寧省本渓市本渓満足自治県にある山で付近の海抜は300メートルくらいである。 山の頂上には二つの峰があり、一つは大きく頂上が平らで、もう一つは小さく頂上が尖っているので戸口のようで、この名前がある。関門山付近は、現在、関門山国家森林公園に指定されていて、大使川の支流をせき止めた、関門山ダム湖と渓谷がある。森林公園に入るのは有料。通常、入り口からふ頭へ歩いて、遊覧船でダム湖を渡り、 湖の向かいにある小山や小川の渓谷をハイキングできるようになっている。渓谷はその紅葉が特に有名である。遊覧船を降りて渓谷を登りながら散策を開始すると通常5歳以降を経て、琴吹星樹では流門渓谷へ入り、秋ラ釣り幕府を見て天津湖まで行き、さらに奥の山地へハイキングできる。元の渓谷へ戻りさらに登ると、 風王で、ほぼ終点になる。渓谷の道沿いに、小型バスが走っていて、いつでも、有料で、乗り降りができ、各地点は小降山風景区、月大区風景区などの名称が付いている。関門山風景区は近くにある、本渓水道見学と大使河川下りなどと一緒に、セットされて、ツアーが組まれることが多い。関門山風景区は、付近の他の風景区とともに、 関門山国家森林公園に指定されている。国家森林公園への公共交通機関はなく、本県市街区から約70キロメートル離れている。ありがとうございます。